こんにちは、ダイスです。今回は GU にパンツ、普段自分で履いているズボンを買いに行こうと思います。なんでかっていうと、今履いているこのズボンなんですが、先日玄関で転んで膝に穴を開けました。で、最近茶碗を持ってしまって、夫婦茶碗を一緒に買いに行ってもらったばっかりなんですが、その前に実は玄関で履き掃除をしていたんですけど、足がもつれたのかなんでかわかんないんですけど、転んだんですよね。はい。で、怪我は特にしてなくて、膝とかすりむいたりとかはなかったんですけど、痛かったんで一応こうズボンをまくり膝を見て、あ、怪我なかった、赤くなってるなっていう状態でした。ただ戻した時に、あれ、ズボンに穴開けちゃったっていう状態になってまして、最近は、ここ最近本当に踏んだり蹴ったりです。で、今どんな感じになってるかというと、こんな感じです。ここがですね。こんな感じで穴が開いちゃってます。で、どっちもなんですよね。転んだ時に、多分こっちを先に転んで、で、こっちも、赤くなってた感じです。で、本当にほら、穴が、すりむいたっていう、穴になっちゃってます。うわ、お気に入りで結構よく履いてたズボン なので本当に悲しいです。なんで今ちょっと長めのね、トップスを着て隠していれば履けるかなと思って履いてます。はい、こんな感じです。恥ずかしい。いや、本当におっちょこちょいなんですよね。で、こんなにね、穴が開くと思ってなかったんであれなんですけど、今回はせっかくなので GU にズボンを買いに行くときに、1本だとまた転んじゃうかもしれないので、2本ぐらい買ってこようかなと思ってます。はい、ということで今からお買い物に行ってきます。恥ずかしい。買ってきました。はい、最初に行く前に決めてた2本買ってきました。なんか普段履きたいやつだったんで、こうワイドパンツとか、あとなんか生地がね、春物っぽいラインのものじゃなくて、本当にスタンダードなジーンズみたいな感じのものを選んできました。はい、ということで何を買ってきたかというと、こちらです。2つ買ってきました。はい、で、私の場合は通年、1年中こういう感じのパンツを履くので、ぴったりサイズよりもちょっとね、中にこう服をトップスインして着たりもしたいから、ちょっとだけ余裕を持ったウエストにしました。はい、そしてスキニーパンツ系で選んできてます。こっちがスキニーパンツのブラックです。1690円です。もう1本がハイウエストのスキニージーンズ、こっちジーンズ生地のものになります。結構いろんなラインナップがあって、色もかなり良かったんですけど、ほんとスタンダードを選びました。どちらも同じ金額です。では2つ履いてみたいと思います。ちょっとね、今上に着てるのが膝を隠すためにちょっと長めのトップスにしてたので、分かるように上をちょっと変えてこようかなとも思いますが、先にどうしよう、こっちジーンズのやつ履いてみたいと思います。はい、まず1つ目です。本当普通のスタンダードなジーンズのやつですね。ポケット後ろに2個ついてるし、前にも2つついてます。で、ハイウエストなんで、ここまでウエストがあります。かなり楽です。座るとこんな感じです。で、ちょっとね、ジーンズ地だから伸びは少ないけど、ストレッチもほぼ程よく効いてるので、すごく楽だなって思います。私個人的になんですけど、ここの裾がちょっとね、長いのが好きなんですよね。普段スニーカーも履くし、ぺたんこのバレーシューズみたいなのも履くんですけど、
ヒールがちょっとあったりするやつを履くときに、ここの後ろが長い方が個人的に私が好きで、足元の長さが若干長いやつを今回は選んできたっていう感じです。逆にちょっと短めのパンツはもうすでにいつも履いてるの持ってるので、そっちではなく普通のスタンダードを選んできたっていう感じです。すごくね楽です。うん、で色味はね一番濃いやつを選んできたんですけど、合わせやすいし濃い方でいいかなって今回はそれを選びましたが、薄めの色の方が本来はな春夏っぽいかなと思うので、ちょっとまた機会を見ながら見に行って選んでいきたいなと思います。はいはい、こんな感じです。うん、いいですね、ハイウエスト。はい、こう何かあればこうインして着ようかなって思います。はい、でベルトもしっかりつけられるようになってるので、ここでもおしゃれして遊べそうだなって思います。できました。はいでは2本目履いていきたいと思います。はい、こちらが2本目です。こっちはさっきと比べるとウエスト位置がここなので、ハイウエストではない普通のパンツの長さになります。後ろのポケットと、あと先ほどと同じくこう前のポケットもあるし、ここベルトの穴もあります。ハイウエストだとさっきここだったんですよね、この位置、腰位置から履くタイプで、これはここ腰骨あたりで留めるタイプになってます。個人的にはこっちの方が実は楽に履けるんですけど、ハイウエストのものもう欲しかったからいいかなっていうことでそっちを選びました。座るとねこんな感じです。はい、で今まで履いてたのって生地が秋冬っぽい生地をしていて、ちょっとね柔らかめのものだったんですけど、今回のは春夏も履けそうなちょっと薄めの生地のものになってます。まあ、黒と濃いめのジーンズの色を購入してきたので、あんまりね可愛い場合はないんですけど、黒パンツを穴開けてしまったので黒パンツは買ってこようと思ってこちらを選んできました。はい、今度は次の機会に見るときにはこう穴を開けない限りはこうスキニー型のパンツではなくて、ちょっとワイドとか変わり種だったり、その流行りのスタイルのものを選んでこようかなって思います。はい、こういう形のって本当にずっと長く使えるので、一本持ってるといいよねって思ってても、一本持ってるといいなって思って持ってたやつを穴を開けてしまったので、今回は本当に定番を買ってきた感じです。はい、じゃあ2本ちょっと比べてみたいと思います。こちらが1本目のやつですね、ジーンズ地。ちょっと色味も違うし、ここの長さも違ってます。生地的にも、綿ポリウレタンとかポリエステルが使われてるっていうのは多分ねあんまり変わらないと思うんですけど、経験上こっちのジーンズ地の濃いやつって最初のうちはちょっと色落ちとかしちゃうかもしれないので、洗う時に黒めのものと一緒に洗うようにして気をつけようと思います。明日からまた玄関掃除を始めようと思っているんですが、その時はちょっとね足元をもっとしっかり見て、そうちょこちょいなのでいろんなところで引っかかって小指ぶつけたりとかするタイプの人間なので、より気をつけてお掃除しようと思います。はい、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!